車両はホーム側にかなり傾斜して止まる。球場前駅は高知県秋市桜川岡町にある土佐黒鉄道5面、那覇線の駅である。駅番号は GN28。名称の通り秋市 A 球場への最寄り駅である。すべての快速列車が停車する。片面一面一線のホームを持つ駅員無配置の森土駅である。ホームは線路の北側にある。 旧都佐電機鉄道秋駅駅北方に、秋市営球場と多目的体育館、秋ドームがある。秋市営球場では、プロ野球、阪神タイガースのキャンプが毎年行われており、そのシーズンには見学者などで賑わいを見せる。駅南方に、国道55号が走っており、さらに南側には、秋漁港へ続く、カリヨン広場がある。この広場には、 廃止された土佐電気鉄道秋線の秋駅がかつて存在し、1995年までは駅舎が残っていた。近くに高知県立秋桜ヶ丘高校、高知県立秋総合病院がある。秋総合病院の最寄りに新駅、秋総合病院前駅が開業した。秋営業所バス停より発車する。名称は、球場ボールん。 野球をモチーフにしたキャラクターで野球のボールが顔となっており薄大色に縦縞の入ったユニフォームと帽子を着ている。駅北側の道路を挟んだ位置にこのキャラクターのモニュメントが設置されている。また、バップが発売するごめん、ハリ戦記念ソング、いいなぁ、秋というアルバムにトべトべボールくんのタイトルで球場ボールくんに関するオリジナルソングが収録されている。 編曲、近藤博明、歌、柳瀬隆大和田律子、岡崎博美、ありがとうございます。